県によりますと、今年1月から6月までの県内への観光客数は2613万人で、前の年の同じ時期に比べ520万人25、25%増加しました。全国旅行支援や新型コロナの5類移行などで、旅行機運が高まったことが要因だということです。地域別では、広島市や八日市などの空き地域が 1045万人で44%の増加となりました一方コロナ禍前2019年上半期の3239万人と比べると19%減っています県観光課はコロナ禍前の水準までは回復していないが G7 広島サミットの効果もあって順調に回復している今後は欧米やアジアを含めたインバウンドの誘致に取り組みたいとしています